ランコートルさん。あれ？ランコートルさん。秋山さんはいないのか。いやいや。フォークナイトっていうかさ、あれとはまたちょっと空気が違ったね。今日ね、すごいね。会場のさ、なんかね、俺はこうでまた。で、俺たちが出てきたってことは、ああいう音量ではないことは覚悟してください。Thank you.
Thank you.
Yeah.
ワン。
チェルビーマン。なんで今日こう普段やらない曲をやってるかっていうとですね、実は今月は4回ぐらい出番なんだよな。3回ぐらいあるんだよな。来週毎週のようにお会いできるようになりました。23日。そこってもっと大きな音で手叩いていいと思うよ。毎週のようにお会いできるようになりました。ええとか言わないで。大丈夫ですよ、別に欠席したからってこっちから連絡することないですから。大丈夫ですよ、気楽に構えていただきたいと思いますけどね。だからもうね、でもね、その 3週をカバーするぐらいの曲はなんとか俺らもね作ってきたからね。今日はだから普通のね、どうしようかねっていうね。まあでもちょっとリトルバイトルでも一曲いってみましょうか。
Thank you.
Thank you.
山口剛、グッサン、グッサン、ね、松本ね、知ってんだよ、俺名前知ってんだけどね、ちょっとね、彦作とか、なんだっけ、あ、あ、彦作、松本彦作さん、イエーイ。そうだよね。で、今日フロントでやってみました、ちょっと今名前が出てきませんが、彼です。秋山さん、そうそう、秋山さん、ね、この彼の季節だね。
人のいない中で演奏するのは結構虚しいものがあるよな。